千の利休の戒め。茶道を大成し、天下一の茶人となったのが千の利休であります。利休の門人に瀬田嘉門という武将がいました。彼はある日の茶会で師匠がお茶を立てる姿にいつもとは違う美しさを感じました。感動のあまりその気持ちを利休に伝えずにおれなくなったのです。今日お使いになった茶杓はこれまでのものよりも短いのではないでしょうか。その通りです。絵を一寸ほど短くしてみました。よく気づかれましたな。褒められた家紋は嬉しさのあまり、お手前の姿が引き締まり、とても美しく見えました。わずか一寸の違いが、こんなにも違った趣を表すのかと、深く感じ入りました。大切なことを学ばせていただきました。と心からお礼を述べて退出しました。幾日かたって嘉門は利休を招いて茶会を催しました。客人が帰ってから今日の出来栄えはいかがでしたでしょうか?と教えを仰ぐと意外な言葉が返ってきました。そなたはなぜ短い茶杓を使ったのか?はい、お師匠様の真似をしてみたかったのでございます。では、その茶杓をここへ持ってきなさい。利休はいつも言っている通り、茶の湯は心が大事なのじゃ。形だけ真似しようとするのは実に情けない。と言って、その場で茶杓を二つに折ってしまったのです。驚く家紋に向かって、利休は戒めます。私は体が小柄だから、短くしてちょうどだったのです。しかし、そなたは人よりも体が大きいから、長い茶杓を使った方が、のびのびとしたお手前になる。それをあべこべにしたから、今日の姿はまことに窮屈であった。形だけ人の真似をして、自分のためにはなりません。人は人、自分の特徴を生かすことを考えなさい。家紋は、
利休の言葉を聞いて、大いに悟るところがありました。これより後は、体格に合った大ぶりの道具を使い、堂々たるお茶の立て方をするようになったと言います。形だけ真似をしようとしても、自分のためにはなりません。自分の特徴を生かせの教訓です。先の利休の戒めでした。